次もよろしく。これ、逆に感情が弱まってない？えい！強い敵だよ。気をつけて。大丈夫、しまった。
Yeah.
ついかも。頑張っていこう。どうしよう。グレープウェイブ。これならどうだ。頑張らないと。破壊の一撃。ほら、これ、うん、ベアウィスパー。よし、どんどん行こう。ヘイルローズ。助かったよ。頼んだよ。待ってて。魔物もいつもと違うみたい。注意しよう。ちょっと考えてみよう。よし、できた。ちょっと考えてみよう。うまく使えるかな。どうしよう。どうしよう。必殺のこれならどうかな。楽勝だったね。
強い敵だよ。気をつけて。頑張っていこう。頑張っていこう。グレートウェイブ。これならどうだ。余裕余裕。警戒しないと。頑張っていこう。よし、どんどん行こう。来た。トラベリーコメント。破壊の一撃。この調子でいこう。えい、気をつけていこう。ちょっと考えてみよう。よし、できた。Thank you.
次もよろしく。使っちゃった。どうしよう、どうしよう。行くよ。これって水なのかな？どうし、ちょっと考えてみよう。できた。よかった。Thank you.
おや。
ちゃんとメイクしてる？何かするかな。最強かも。Thank you.
はあ。もう寝よう。私、頑張るね。もう寝よう。Thank you.
Thank you.
起立礼。ひなこ、そろそろどうしたの？いいからちょっとついてきて。どうしたの？いきなり。演劇の主役のこと、マオとオーディションで決め直すって聞いたけど、なんで？やりたくないの？そんなことないよ。じゃあどうして？私も西田さんもひなこにやってほしいと思ってたのに。ひょっとしてまだ舞台に上がるの抵抗あるとか、膝の怪我のこととか。違う。ごめん、でも怪我の話は関係ないよ。私は今だって人魚姫の役やりたいと思ってる、心から。じゃあなんで今のまま魔王を無視して役を受けるわけにはいかないの。少なくとも私のことをちゃんと認めてもらうまでは。魔王と何かあったの？あの子のフラグメントの中で見たものについては勝手に話せないよね。わかった。とにかく負ける気はないってことね。またうじうじ悩んでるようなら葉っぱをかけてやろうと思ったけど、その調子なら大丈夫そうね。サラさん、絶対勝ちなさいよ。うん。着信ないかな。おや、おや、それじゃあオーディションを始めます。今回の候補者は2名、白井ひなこさんと蜷川真央さん。まずは白井さんからお願いします。はい。ひなちゃん頑張って。ひなちゃんしっかりね。うん。王子、あなたは私を選んでくれなかった。だから私はもうすぐ魔法の代償で海の泡になってしまう。それを避けるにはこのナイフであなたの心臓を刺すしかない。思い人の血を私の足に塗りつけるしか。あなたが私を選んでくれなかったから。ダメ、できない。王子が誰のものになったとしても私の思いは変わらない。私は自分の思いを殺せない。
さようなら、愛しい人。私は泡となって、すべての恋人たちを見守り続けましょう。すごい。なんか、本当に王子様がいるみたい。じゃあ次は蜷川さん。あんな偉そうな態度で人魚姫の演技なんてできるのかな。魔女のおばあさんの方が向いてそうだよね。始まるよ。